あれ？お父さん何しに来たん？さくら。お、どうしたどうしたどうした、さくら。もう、これ邪魔やねん。いらんから外してくれって言うてるやん。どうした？また臭い手で触られんの？さくら、さっきグルーミングしたばっかりやねんで。はい、もう終わり終わり。向こう行っといて。おいこら、聞こえへんかったんか。向こう行けって言うとるやろ。我慢といてよ、痛いから。お父さんがしつこいねん。グルーミングした時に限って飼い主が撫で回しに来る。猫あるあるやで、これ。ちょっと、さくら今においチェックしてんねん。だから、その臭い手が近くにあるとにおいチェックでけへんねん。ただただ臭いだけやねん。ああ、もうしつこいなー。もう嫌や、撤退させてもらうわ。ちょっと、追いかけてくんなよ。カリカリでも食べて、心を落ち着かそうかな。よし、だいぶ落ち着いてきたぞ。何やねん、また触んのかい。もう、触らんといてって言うてるやろ、しつこいなー。ええ加減にせえよ。おい、なんや、噛まれたいんか？どや？痛いやろ？おい、やめろって。触んなって。なんや、噛ませてやったんやから触らせろってか。そんな交換条件なんやったら、血出るくらい噛んだらよかったわ。いや、ちょっと待て。こらおっさん、何ケツ触っとんねん。どんだけケツ触んねん、変態丸出しやんけ。ええ加減にしとけよ。うわぁ、まだしつこくケツ触るやん。何が楽しいねん、猫のケツ触って何が楽しいねん。もう、いい加減どっか行ってや。ごめん、タクラ。向こう行くわ。ごめんな。もうあんまりお尻触らんようにするからごめん。ごめんごめんごめん。痛い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 。ごめんなさいごめんなさい。もう、二度と桜のケツ触んなよ。